どうも白石秀則です。はい、昨日ですね、放送されたテレ東60歳ミュージックフェスティバル2023、これのですね BE:FIRST のパフォーマンス TVer の方で見ていきたいと思います。はい、地方組です。愛媛県でございますので TVer でね見ていきたいと思っております。現在ですねシャープ4のですね、28分のところで止めております。28分01秒ですね、正確には。こちらの方から見ていきたいと思います。TVer でよろしかったら一緒に同時視聴していただけたら嬉しいのです。今28分01秒でございます。いきます、カウントダウン、5 4 3 2 1、ポチリンコ。ああ、この衣装出てたんだ。ブッツン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 、わあ、ツンツンツン、全然すごい、歌唱がやばい。クレイジー、それがクレイジー。まあ、さ、のりかに。こんなにハット深くかぶるアーティストってかっきいな。ツンツンツン、かっこいい。すべてがヘロービレンスフォローミア、ツンツンツン、全然東京からとない、ツンツンツン、生き様すべてが、ヒロービラスフォローミア、おー、すごいね、リョウキ。おい、綺麗な声だな、ジュノン。メイストリーム、すごい。いやいやいや、あのね、そもそもよ、アイドルとかだったらよ、あんなに帽子かぶっちゃダメじゃん。やってくれるよ、ビューワーさん。みんな帽子かぶって、深くかぶって顔あんま見せないんだから。俺はそこにこうクールさを感じるね、硬派さを感じるね、パフォーマンスのために、パフォーマンス作品、その雰囲気を出すためにずっともう顔隠していく。音楽ファーストね、本当に楽曲ファーストよ。本当に雰囲気を大事にしてる、で、本当にね、もう最近歌唱については文句がないのよ。みんなこう自分のこうピッチもそうだし、グルーヴもそうだし、こう自分のいいレンジっていうのをこう掴んでるから。けどね、やっぱり最後ね、陽気のこの、まあ、前半もずっとそうなんだけど、こうアグレッシブよね。ちょっとこう声ひっくり返るんじゃないかぐらいちょっと突っ走るんだよね、いい感じで。でこうエッジが効いてる、なんかこう初期の頃のこのテンションのエッジじゃなくて、こう声色をこう使いながらギリギリをこう見せていくね、ギリギリ感を演出してんだよね。あれ難しいんですよ。
でその後に最後こうジュノンのこの綺麗なクリアなハイキーがスッと入ることによってすごく幅が広がる。うん、本当ね、7人みんなこう声がいいじゃないですか。そこにこうやっぱりこう曲によってねこう振り分けができている、すごいなと思いますね。いやー、帽子深くかぶってっからね。どんなこうショートカットバージョンでもフル尺バージョンでもしっかり見せてくれるね、 BE:FIRST は。いやー、年末までテレビ出演いっぱいあるけど、ちょっとね去年とはまた違った爪痕をグイグイグイとメインストリームで残していくような気がしますね。楽しみです。反響も楽しみだし彼らのパフォーマンスも楽しみです。今回ですね、エテレット60歳ミュージックフェスティバル2023 BE:FIRST のパフォーマンスをですね TVer の方で見ていきました。